どうも、あやかと。ひろです。どうも。お久しぶりです。お久しぶりです。どうも。元気ですか？元気ですよ、私は。どうも。どうも。はい。今日はもうタイトル通りの、そうですね。お話になります。はい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 、もう全然ちょっと最近こっちのチャンネル更新してなくてですね。うん、キムちゃんズのプライベートっていうんですかね。プライベートだったり、うん、本音だったり日常だったり、うん、まあ音楽もね含めていろいろ投稿させていただいてましたけど、はいはいはい、音楽系はもうキムチャンズにしまして、なるほど、はい、今日ねお話しさせていただくものに関連することとか、うん、キムチャンズの日常とか、うん、たまには本音トークもあるかもしれないですけど、うん、そういった私たちの音楽ではない部分をこっちのチャンネルで上げてった方が分かりやすいのかなって今回のこのテーマに関して考えた時に思いましたね、うん、そうですね、はい、で、うん、音楽クラブキムチャンズっていうのはありがたいことにもうすぐ2万人の登録者数に達する直前っていう感じなんですけど、はいはいはい、せっかくそれだけたくさんの方に見ていただいてるんやったら分かりやすく音楽チャンネルの方がいいかなと思ってね、うんですね。そうですね。はい。ということで今日のお話は、私たち、新しい家族が、できました。できました。イエーイ。ね。どれだけこの日を待ってたと思う、私たち。そうですね。もう、喉から手が出るぐらいっていう表現でやってる。はいはい。もうほんまに、もう、どんだけかっていうと、そうね。結婚して、今年で9年目なのかな、うん、2015年に婚姻、院届出してるから、うん、そうね。9年目になる年なんですけど、そうそう、うん、9年間、ずーっと叶わぬ夢で。そうですね。まあ、やりたいことやってね、好き放題いろんなとこに住んで、うん、そりゃ、そうやねんけどな。後回しにしてたのは事実、うん、私たちが、うんうんうん。本当に後回しにしてた。けど、後回しにして、後悔は全くない、うん。全くないけど、欲しいなって。そうですね。うん、なって、うん。いやもう、どうしたらいいかなって、ずっと悩んでたよね、正直。悩んでましたね。うん、もうずっと悩んでた。うん、もう、うん、その、自分のことで精一杯な二人やから結構。そうそう。そこが、やっぱり、ちょっと良くないかなっていうところで、諦めて生活してましたね。うん。うん、でもまあ、今ちょっと少し、あ、こういうスタイルならいけるかもしれないっていう、こう生活のスタイルをちょっと見つけたじゃないですか。うん、で、余裕が少しできて、やっとですね。やっとですね。この日が来ましたね。どんな気持ちですか？いや、夢みたいですね。思いすぎてね、もうね、考えすぎて、それについて。うん、でも、叶わへんから諦めてたわけやんか、ずっと。うん、考えすぎて考えすぎて、なんていうかな、街中で歩いててさ、道とかで、うん、まあ、いっぱい見るやんか、うん、もう見るたんびに可愛いっていう気持ちと、うん、なんかあでも無理なんやなっていう気持ちと、うんうんうん、もう両方わかる、うん、今の私たちは到底無理やなっていう日々をずっと過ごしてたやん、そうね、ということでいきますか、うん、いいですよ。こういうのはヒロさんのあれじゃないの？え？ヒロさんの担当じゃないの？あ、僕担当？はい。ヒロさんからの発表で。じゃあ行くよ。はい。ずっとここに行けるんですよ、実は。行くよ。はい。せーの。チェ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 チてってってって。ごめんね、一瞬。てってって。近い。変わった顔でしょう。かわいい。ほんまにかわいい。あいー。消しポーテル。ほんまにかわいいな。っていうことでね。乙女みたいに、抱っこされる子なんですけど、実は男の子ですね。男の子です。出会った時さ、うん、
触ろうとするもんなら、だから触らなくてもですけど、うん、やっぱあんまり外の世界を知らない子みたいなので、そうそうそう、ちょっともうガクブルやってんな、うん、そうそう、ブル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 って震えてて、うん、そうなの、可愛いなと思ったけど、うん、そんなに震えるぐらい怖いんやったらなんかかわいそうやなと思って一回考えて、私考えるわっつって、うん、さ、そう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 、ちょっと考えさせてって言ってんな、うん、けど逆にこんなにこう怯えてるっていうか、うん、子たち逆に私たちみたいな感受性豊かな人間の方がいいんかなってこう合うんかなと思って、うんうんうん、音を大きな音立てたりとか私たちするタイプじゃないからさ、そういう方が逆にいいのかなと思って、うん、結局お迎えすることになりましたね。そうですね。そう、そしたらさ、うん、最初はビビってたけどさ、うん、車乗ったりしたらさ、うん、あ、何ここみたいな、外の空気やみたいな感じでクンクンしだして、うん、楽しくなってきて、抱っこしたらそのうち慣れてきて、うん、抱っこしてる時のその震えもなくなってきて、そうね、っていうのが数十分、うん、数時間でなってんな。そうそうそう、数日かかったとかじゃなくて一瞬で慣れてくれてんな。そうなの。ほんで今やさ、まあ、あんまいいことじゃないのかもしれないんですけど、うん、今や私たちの抱っこが一番いいみたいで、ちょっとゲージっていうの、うん、サークルに入れちゃうと逆にちょっとクーンってなっちゃう状況やから、 それはそれで困ってるんですけど、そう、まあでも抱っこしてる方が落ち着いてくれてる状況かな今は。そうですね。でもまあちょっとビビリさんやね。まあね、ちょっとビビリさんやね。今こんなおとなしいけど、抱っこしなかったらちょっとあれもね、うん、しつけをしなあかんけど、難しいね、うん、無駄覚えっていうの、うん、不安覚えっていうとも言うらしいんですけど、多分不安覚えなんですよね、はいはいはい、ゲージに入れられたみたいな感じだと思うんですけど、はいはいはい、どうしたらいいかなって、一応ネットで調べたらもう無視がいいって言うけど、かまっちゃうとずっと吠えちゃうからみたいな、うん、無視って大変やね。そうなんですよね、かわいそうになってくるっていう。でもそこはね、しつけやからね、うん、前飼ってた時はプードル飼ってたんですけど、その時はお座りとお手とおかわりまで覚えてもらって、あと待て、すごい、その4つ覚えたら大体言うこと聞かなあかん場面とかあるやん、人がおるとか、うん、なんか変に吠えちゃった時とか、うん、絶対言うこと聞くから、それ覚えたら、うん、だから今回も覚えてもらおうかなと思ってるんですよね。いけますか、研修やね、まず。あ、研修ね。研修、わからんだし、調べてや。あ、じゃあ交代する、うん、研修は、うん、チャイニーズクレステッドドッグ。初めて聞いた。研修？あ、これ見せたらいいんちゃう、みんなに。こういう犬、まずは。これ、そのままでいける？いいんじゃない？こういう感じの。マジ、見たことないね。ですね。初めて見た。はいはい。うん。と、うん、ダックス、ミニチュアダックスのミックス、うん、ミックス犬ですね。犬ですね。すごい変わった顔してて、プードル入ってるように見えるよね、結構。入ってないんですよ、それが。入ってないね。うん。私、プードル大好きやからさ、うん、ヒロ君ダックス大好きやから。はいはい。なんかもう、運命かなと思って。別に犬種で選んだわけじゃないんですけど、たまたまやんな。うん。うん、僕、あと、ゴールデンも好きなんですよ。ゴールデンっぽさもあるよね。っぽさもあるよね、ちょっと。ね、みんなね、お顔見してよ。かわいい顔やから。もうめっちゃ、もたれかかってくる系やねんな。うんうん、実はね、お気づきの通り、赤ちゃんじゃないんですね、すでに。そうですね。ちょっと、赤ちゃんっぽく見えるけど、顔が。でも、うん、7ヶ月の子なので、うん、結構大きくて、私抱っこしてびっくりしてんけど、重くて、結構。意外とね。うんうん、前飼ってたプードル、トイプードルよりはちょっと重いから。うんうんうん、4キロ弱あるかなってとこで、もうちょい大きくなるかなってとこですね。ね、だからちょっと大人の入り口入ってる子なので、うん、今からのしつけがちょっと大変かもねとは思うんですけど、まあ犬は飼ったことあるから、慎重にはやっていこうと思いますけど。なるほど。うん、なので今後の動画はワンちゃん系がちょっと増えると思います、こっちのチャンネルは。そうですね。はい。うんうん。あと、音楽系のチャンネルでも、まあ、この子の気分でうろうろしてて、映ったらもう映りっぱなしで放置しようかなと思うので、うん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 、よかったら仲良くしてあげてください。お願いします。はい。そしてお名前ですね。あ、お名前ね。さっき考えて名前言った。いろいろ考えたんですけどね。名前な。名前は大事だよ。はい。ね、君、名前。名前大事。めっちゃ悩んだよな。悩んだ。めっちゃ悩んだけど。名前はね、はい、
コアです。コアンくん。コアくん。コアくん。木村コアンくん。でございます、はい。めっちゃ、あれやね、私たちにしては、普通につけたっていうか、ふざけへんかったね。そうね。いろいろ考えたんですけど。ふざける系も考えたやろ、一応。ふざけるっていうか。考えたよ、いろいろ。あってんな、いろいろ。うん。あってんけど。まあ、これは、あやかさんが、ハワイ好きっていうこともあって、はい、ね、ハワイの、コアから。ハワイの木、最高級の木で、うん、男の子にこう、なんていうんやったかな、勇敢に育ってほしいみたいな、で、つける人もいるんやったかな。うん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 、なんかそういう意味らしいですよ。なるほど、ね。だから、ちょっとビビりやからさ、今そうなの。ちょっと、頑張ってっていう意味も込めて。期待も込めて。うん、コアくん。でも抱っこしとかな泣くねん。それが困ってるね、今ちょっと。そうですね。あかんやろ、多分。こうやったら。うん、きっと。多分あかんと思うねんけど。まあ、初日やからちょっと、さすがに、何？ずっとストレス抱えたかわいそうやなと思って。うんうんうん、うん。よし。ちょっと、様子は見てますけど。でもな、うん、トイレ偉くない？トイレ、ちゃんとやってるね。たまたまかな、うん、あ、さっき見ててやんか、うん。トイトレしてないらしいって聞いて、うんうん、でトイトレは頑張ってくださいって言われて、うん、ああ大変そうやなと思って、こう赤ちゃんじゃないしさ。うん、だけどの、特にそんな何もまだ言ってないやん。うん、だけど、その自分がさっきしたところの上でちゃんとしててんや、偉いね、匂い嗅いで、うんうん。だから、賢いかもしらん、君、天才かもしらん。賢いね。うん。うんうんうん。いい、偉い。トイトレはなんかできそうな気がするな、この感じやったら。うんうん、問題は君、寂しがりやなんか問題やね。寂しがり屋やね。私が家おるからまだいいけどさ。でもおらんときに泣かへんようにするのが大事やもんな。そうですね。近所迷惑なっちゃうからね。うん。ね。今はね、家一軒やからあれですけどね。外出てもほぼわからんかったけど。うん。頑張りましょう。頑張ろう。私がな、だから個人的にな、人参収穫隊？はいはいはい、はい、あれがほんまにしたくて、まあ、もう流行りはもう終わってるねんけど、うん、動画 YouTube 上で2年前ぐらいかな流行ってて、あの人参収穫隊が、うん、もうあれが可愛すぎて、個人的にコア君がやってるとこ見たいの、ね、この子ね、結構食べるの好きそうやから、食べるの大好きやね。そう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 、おもちゃも好きや、ね、やってくれるかも。お前やな、おもちゃもね、多分おもちゃっていう存在はあんまり知らんくて育ったっぽいんですけど、うんうんうん、おもちゃをさっきこうこうやったら犬の本能なんでしょうね。うわーってなってたから、多分好きやと思う。なんかいい企画があれば、怖くの負担のない程度の、はいはい、怖くんが楽しんでできるやつを一緒に考えていってください。はい。人頼み。はい。はい、じゃあ終わろう。終わりましょう。バイバイしよう。いける？いや。もうなんかくつろぎ始めてるわ。うん、もうやめとこう。はい。ということで、動かれ。ねえ、はい、何かリクエストなどもありましたら、ぜひぜひコアくんにお願いします。お願いします、はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。コアっちもバイバイ。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 バイバイしてるから気になるんか。うん。